聞きください。こ今キックオフです。そらこれまさか華麗なルーレットで翻弄。それ美しいターンでいなした。ナイスプレー。ここからチャンスを作れるか。これはファストミバリのアワードだ。ナイスプレー。ここで止めた。中盤での攻防が続いています。このタックルは不発に終わるものだ。連続突破でナイスプレー。もらったわ。そらよそら。ウルタ君いけ。ボールを狙うも届かない。いけ。パスを出します。そらホームチーム相手の猛攻を受け苦しい時間帯が続いています。もらった。しまった。はっ早くこの窮地を出す。おい優太くん、ここはパスを出した。スライディングで止めた。これで松木くん、ボールを奪った。ヒューガくん、センターラインを越えて止めた。スライディングでカット。このタックルは不発に終わります。俺たちの力を見せる時だ。ゲルマン魂を見せつけてくるのか。スライディングで止めた。パスを回す。よし。中学。どけ。まずい。センターラインを越えて攻め込む。立ち下がるぞ。すべて吹き飛ばす。若林君、このシュートに反応している。横っ飛びで抑えた。それ。この位置で攻守交代だ。やった。いけ。よし。ボールを相手に蹴り込んだ。それ。ナイスプレー。ボール出す。ナイスプレーだ。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。ここからチャンスを作れるか。これは何だ。凄まじい回転をかけた。デフリッシュシュート。このボールに飛びつく。強い。これが三浦君だ。澤田君素早くつなぎます。アルベルト君ダイレクトでパス。それピエール君華麗なルーレットで翻弄。それいけ。パスを回す。はっ鋭いスライディング。やった。しまった。ここからチャンスを作れるか。マスケ君ここは抜かせません。必殺のシュートを放った。よく反応。いいとも簡単にサイドキャッチ。はシュナイダー君激しいタックル。ここはパスを出した。澤田君ここからチャンスを作れるか。古田君ボールを狙うも届く。ナイスプレーだね。もらったぞ。連続突破に見せます。この猛攻を得点につなげたい。アークブリッジシュート。キーパー一歩も動けず鮮やかにゴールを決めた。やったぞ。やったぞ。まだだ。諦めるな。どうだ。得意の直線的ドリブルだね。ボールダッシュ成功。よしドリブルでボールを運ぶ。ぶつかっていった。みんな今だ。
ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。それドリブルでボールを託す。それボールを相手に返すんだ。これはナイスファイヤー。これはただのファイヤーフットではないぞ。若林くん、このシュートに反応している。それよし、試合はここからだ。気を引き締めるぞ。攻撃のスイッチを入れてくるか。サッカーは勝った者が強いんだ。自分を見せつけてくるのか。そらセンターラインを取って止め込む。スライディングで止めた。ボールを相手に蹴り込んだ。これはタスクを見たはず。ボールを相手に蹴り込んだ。敵陣へ攻め込みます。それリーチ、ここは戻りながらのディフェンス。どうだ、これは邪魔だ。まずいよ。こういうことで激突。両者譲らずボールは真上で、空高くで火花を散らす。横っ飛びで押さえた。川部君ワンタッチで送る。あとドリブルを見送る。なんというテクニックだ。まるで魔法のようなスリーが放たれた。ホームチーム、これは戦い方を変えてきたようです。これはブロック失敗だ。あ、片手でそれすごいパワーだ。横をすり抜けた。ここから一気に攻め込みたいところ。センタリング、ミューラー君堂々とキャッチ。ホームチームリードを許して前半を終えます。そらそれはそれほらフルタ君ボールを狙うも届かない。このテンポは不発に。まずい、止められない。さあゴール前です。これは何だ。アンケプリッチシュート。テクニカルなシュート。キーパー一歩も動けず鮮やかにゴールを決めました。よし、必ず逆転するぞ。ドリブルと見せかけてパス。ヒューカ、このスライディングが決まった。ここはパスを出した。はっ、よし、うわっ、敵陣を蹴る。ここまずい。シュートまで持ち込んだアルベルト君、ここで止めた。チャージが決まった。パスを出します。サンゴール君、ボールを奪うことができません。サンゴールさん、サンゴールパスを出す。さあ、ゴール前です。連続突破で見せます。さあ、ゴール前です。ここからシュートに持っていく。ここだ、三浦君、このシュートに反応している。お、たやすく取れた。サンゴール君、このパスをカットします。もらった。何、はい、三浦君、スライディングでカット。それセンターラインを越えて攻め込む。はっ、オラオラ。シュートまで持ち込めるか。ゴール前に持ち込んだ。このセンタリングをものにできるか。お、たやすく止めた。サンゴールズダイレクトでパス。それやった。なんだと、次々にパワーついた。連鎖譲らずボールは真上で、空高くで火花を散らす。アルベルト君、この対決をものにした。やめろ。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。敵陣へ攻め込みます。スライディングで止めた。ここからは精神力の勝負だ。ゲルマン魂を見せつけてくるのか。
敵陣へ攻め込みます。あとドリブルも見送る。ネオタイガーヘッド。強烈なシュート。サンゴール。ゴールを狙うも届かない。若林くん、こぼれ球をキープ。行け。ダイレクトでパス。もらった。そんな。敵陣を取る。なんだと。このスライディングが決まった。一気に行こうか。ここで拠点にボールを託して勝利の一撃を狙うか。ヒューガ君、得意の直線的ドリブルだ。攻撃のスイッチを入れてくるか。センターラインを越えて攻め込む。どうなんだって。タックル、タックルも決めた。ここはパスに切り替えた。もらった。ヒューガ君、邪魔だ。次々まずいぞ。敵陣へ攻め込みます。これが俺のネオテイガーのシュート。これは反応しているぞ。ゴール隅に決まった。よし、決めたぜ。まだだ、喜ぶのは早いぞ。ソラ、ソラ、もらった。しまった。止められない。なんだと。俺たちの力を見せる時だ。ゲルマン魂を見せつけてくるのか。アルベルト君、ボールダッシュ成功。ボールを相手に蹴り込んだ。それどうだ。得意の直線的ドリブルだ。敵陣へ攻め込みます。このスライディングが決まった。高島君、ここはパスを出した。よっしゃ、ここは抜かせません。パスを出す。敵陣へ攻め込みます。アルベルト君、スライディングでカット。サンボール君、よっしゃ、激しいタックル。ここは抜かせません。パスを出します。よし、これは格闘技の表せだ。サンボール君、スライディングでカット。センターラインを越えて攻め込む。止められない。ナイスだぞ。なんというテクニックだ。まるで魔法のようなスピードが奏でる。ハイパー反応できない。まさに必殺の一撃で。やったぞ。必ず逆転するぞ。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。くらえ。この一撃が。これがタイガーグッズ。若林君、
キックで大きく蹴り出した。キャッシュ島野君、ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。よし、そのスライディングが決まった。それやった。完敗です。力の差を見せつけられ、選手たちはうなだれます。